皆さん、明けましておめでとうございます。ゆゆです。だいぶご無沙汰してたと思います。多分去年の11月か12月に動画を更新してからちょっとですね、イベントが立て続けに入ってしまいまして、で今日がですね、今1月9日で動画を今撮ってるんですけれども、なのでだいぶ間を空けてしまいました。動画を待ってくれた皆さんには大変申し訳なかったです。すいませんでした。まあただ動画は撮り続けてまして、12月もですね、いろいろと動画を撮ってました。まあ去年から撮った動画含めて、まあどんどんとアップしていきたいなと思ってるんですけども、髪もですね最近切りまして、だいぶスッキリさせたんですけども、過去の動画はですね髪切る前の動画なので、まあ、ちょっと違和感あるかもしれないですけども、多めに見ていただけると嬉しいです。じゃあ2022年今年もよろしくお願いします。ちょっと過去にタイムスリップする感じになりますけど、早速行ってみましょう。どうも皆さん、こんにちは、ゆうゆうです。今日はですね、ちょっと友達と名古屋駅で合流して軽くご飯なんか行きたいと思ってます。圭介くんですちょっとこの2人でちょっとね、名駅の近くのカフェなんかを立ち寄っていきたいなと思ってます。改めて中学校の友達、中学校って言ってもどれぐらいやろ。中3の夏休みか。中3の夏に初めて会って転校してきた。そうだよね。あ、呼ばれた。ちょっと待って、俺かもしれない。今ピザがやってきました。やべ、超うまそう。びっくりしちゃった。あ、握手はせんかった。何歳？同い年ぐらいかな。同い年ぐらいで、もう本当に撮影3日目ぐらい、もう後半差し掛かったぐらいの時に、この間ここで撮ってましたみたいなこと言われて、あ、撮ってましたよって。自分かどうかわかんないですけどって言ったら、いやもう絶対そうっすみたいな。ケースで金髪具合すげえ。ここから見たら。ブリーチしたの。ブリーチしてから。すごいよな。俺隣でこうやって並んでるとさ、ちょっと柄が悪いやん。悪い。しかもジャージみたいに着とるしさ。ちょっと出てきた、うん。無理やり時間作ってもらったからな。ごめん、方向こっちやった。あってる。あ、ありがとう。あんま名古屋人いないな、駅。まあでもまだコロナのあれがあんのかな、影響が。次はここに行こう。入り口すごいね。入り口じゃないか、まだ本当にあるのか。あ、ここ？
今年のあれ夏ぐらいかな、会社の人にもちょっと俺と圭介でいつぶりやってるっけ、お盆の時になった。あ、そっかそっか、お盆の時あった。え、はい、4月に行ったんだっけ、そもそも。じゃあ1年も経ってないって。全然経った。すぐ。なんかめっちゃ合ってない感を勝手に思ってたんだけど、まあでもお盆になっとるもん、確かに。なんだっけ、あそこのラーメン行ったの。俺がスプーンで歯をさ。そうだ。歯どうなったの。直した。直した。なんか。え、わからんわ。入れたんだ。え、あの、なんか詰めたの。ほんとちょっと。塗ったの。え、詰めてたんです。詰めて肩とか、でもそのちょっとだけの部分を直せれるの、うん、なんかでも同じように打ったらすぐ取れそうやな、それ。大丈夫らしいよ。あ、そう、うん、あのやったばっかの時は気をつけてください。スプーンかじるなんて普通やらんもんね。あれマジ痛かったんだよ。あの後さ、もうすごいずっとしばらく染みてたんですよ。染みるんだ、うん、歯って割れたらそっから染みるんだっけ。神経取ってきた。なるほどね。これ行ってなと思って配信。8月末ぐらいだ。すごいな。そうだね。前回あったか、そうだ。歯はまず大事。歯やっちゃっとったね。前回枯れた時に歯が欠けたそうです。すごい色してる。フルーツティーなんだけど。すげえよ。雨降ってる。マジか。はい、じゃあちょっとお店出てきまして、今からキロに入るところですけども。どうでしたか。久しぶりに楽しかったね。な、うん、もうほんと一日中雨だな。ここ人通り少ない。カメラマンっぽいね。見た目もカメラマンっぽいし、うん、スタッフか。金髪っていうのがなんかスタッフ感あるよね。スタッフ感あるね。ジャージだし。なんか身軽な感じで撮ってる。これが紹介者がリックですね。あ、そうか。こういう風にね、全体で撮ってると部屋の中でちょちょっとやってたけど、やっぱあれじゃイメージつかないから、人混みになってくると目立ってくるから、あいつ誰っていうのね。こんな地下でさ、堂々と撮影してさ、そういう意味ではなんかマスクってこういう時はいいかもしれない。ずっとマスクしないよ。え、なんかもうちょっとひげとかさ、なんかもう。ああ、見た目？いろんな意味だけど。ああ。でもまだ脱毛とかしてる方じゃん。俺結構してる今。うん、すごいと思うけど。だって全くやってない人の方が大半だからね。いやでも今めっちゃ増えてるよね。まあまあそうだね。若い人特にね。当たり前みたいなね。あの初めてさ。うん、このゴリラ脱毛でさ、ヤグじゃなくてさ、メディオスターのさ、うん、レーザーのやつ、うん、やったんだけどさ、うん、あのバチンバチンってやつ、メディオスターのやったことある。いや、メディオスターのバチンはやったことない。ピピピピしかやんない。俺は結構痛かった。あれ痛いらしいね。ヤグレーザーより痛い。比べるのが難しい。でも両方痛いって感じ。なるほどね。俺サクラド、あ、ホテルいけるよね、サクラド。あ、いけないのか。ここ東山線だけか。じゃあまた、ありがとうね。はい、じゃあ今、圭介くんとバイバイしたので、今から家に帰りたいと思います。いやー、びしゃびしゃだ。
今戻ってきまして、もう一日中雨降ってたので結構濡れちゃったんですけど、ただ今日はカッパを着てったおかげでこれビチャビチャなんですけど、雨はしのげたので良かったかなと思います。あのレインコートやっぱり重要だなと思いましたね。あの今まであんまり出番が少なかったので、もともとは持っていなくて、で去年ぐらいかなにたまたまあのハンターでですね、好みのデザインがあったので買ってみたものの、あまり使わずに今まで来ちゃってたんですけども、どうしても結構雨が降ってて外で歩かないといけないっていうタイミングはかなり重宝しました。買ってよかったなっていうふうに思ってます。今回の動画はですね、あの名古屋駅周辺の、まあ、ちょっと気になるお店を2つですね、友達のケイスケ君と回らさせていただきましたけども、いかがでしたでしょうか。他にもですね、いろんな気になるお店ありますので、まあ、こういう感じの動画をですねまた上げていきたいなというふうに思ってます。まあ、こんな感じで今回の動画は終わりにしたいと思います。また次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。